姫市役所は、富山県姫市の行政を執行する機関である。日本初である、廃校となった高校の体育館を中心に、リノベーションした庁舎で知られる。本項目においては、前身となる姫町役場についても記述する。1871年4月に、戸籍法が制定されたことから、当時金沢県伊水郡にあった姫地域においても、 古跡区の制定とその事務責任者である校長の設置が行われた。この当時、大工商区小区制のもと、所属する倹約は変わるものの、校長は一般行政理の役目も果たしていた。1878年7月、大工商区小区制が廃止され、軍区町村編成法が制定されたことにより、町村が自治団体として認められる。 この際に設置された古町役場が氷見町役場の源流である。当時氷見町及び氷見地域が所属していた石川県においては、一町村ごとに古町役場と町村会を設置することが基本とされていたが、費用がかかることから、複数町村で一つとする連合町村が一般的となる。富山県が石川県から独立した後には、古町が幹線となるとともに、 連合村が再編成され、後の氷見町域では、氷見中町外6カ村古町役場と氷見野座町外中、0村古町役場の2つ、その他の氷見地域には、久保村、宇波村、青村などの14つの古町役場が設置された。1889年4月1日に町村制が施行されたことに伴い、各町村に一定の資力を持たせるために合併が進められ、 姫地域は、先の連合村の規模をもとに、姫町と二重の村となる。当初、姫町役場は、中町の光前寺に曲がりする形で設置されたが、大正天皇のご大礼を記念し町名変更などを行ったことと合わせて、1920年に中町に庁舎を新築している。姫町大火台風が襲来中の1938年9月6日、午前零時、頃に、 姫町下伊勢より火災が発生した。出火場所は境外道路の先にある上に、水のりも悪く、さらに風上であったことから、姫町南部の8割9部、加えて延焼した北部も合わせて1500個以上の建物が全焼する対価となった。この火災により、当時中町に所在していた姫町役場も町ごと全焼してしまったため、被災地の北側にあり、被害を免れた。 新町の今町小学校内の託児所に仮役場を設置した。町役場においては、火が収まらないと見るや可能の神社の土蔵へ、重要書類の搬出を始めたが、役場付近に飛び火があったことから、残りの書類については、役場の土蔵に収めることが精一杯であった。結局、この土蔵も焼け落ちてしまい。 同年10月4日の官報においては、対象元年以前のほとんどの除籍棒を消失したことに伴う告示がなされている。氷見町では、退化後に区画整理を行うとともに、庁舎を再び中町に建設した。初代氷見市庁舎支所の一つであった旧宮田村役場1940年に、加納村及び稲積村を編入した後、戦後、1952年8月1日に、 小石村、八代村、よかわ村を編入したことで、氷見町は市政を施行し、氷見市となった。市役所としては、先の退化の後再建された氷見町役場が利用され、初代氷見市役所庁舎となる。この当時の氷見市は、氷見郡を南北に分断する形で成立していたが、後に、氷見郡の二重村のうち、大田村を除いて1954年4月1日までに、 見市に編入され、同時に見軍は消滅する。これに伴い、見町時代に合併された、加納村と稲積村を除く旧村役場は、見市役所支所とされたが、事務の統一と組織の合理化、簡易化を図り、1955年には出張所1958年には連絡所に格下げされた。さらに、戸籍、 諸証名などの連絡事務を農協に委託する形で1960年8月25日に、八代、小石、伏生寺、久しめ、女寮を除く12の連絡書を廃止し、残る連絡書も1963年4月1日の八代、小石の廃止、そして1965年4月1日の伏生寺、久しめ、女寮の廃止をもって全廃された。 20村を加えての併合を行ったことにより、旧姫町役場の規模では境外となったことから、1956年、2階建て庁舎の増築工事を着工した。しかし、本庁の人員増加もあって、翌年度に3階建てに設計を変更、庁舎の北側に鉄筋コンクリート構造の別館を増築する。ただ、 前述のような旧村役場を利用した支所などの廃止と行政への需要を増す、当時の時世は庁舎で処理するべき業務をますます増大させ、さらに庁舎の老朽化も甚だしかったことから本、庁舎建て替えの機運が高まった。こうして別館を残し、本庁舎は同時に建設された二代目庁舎に業務を引き継いだ。二代目建設以前の別館二代目となる。 秘密市役所庁舎は、1966年、佐藤武雄建築設計事務所に設計を依頼し、翌年3月より工事を開始、1968年7月1日に関係者を招いての落成式を行った。総事業費は約2億5000万円。庁舎は新築5階建ての本館と模様替えを行った別館で構成されていた。建物はピロティ構造で、 二階が正面玄関となっている。また、九人乗りエレベーターが二機備えられている。1995年7月26日未明、テーブルタップの絶縁劣化によって、別館二階で火災が発生したが、被害は軽微であり、当日は日曜日であったことから翌日には通常業務が行われた。1995年より、市役所玄関にキットちゃんをデザインした、 ブリの漁獲口を示す掲示板を設置。この庁舎は別館が築50年を超える2014年までの長期にわたり利用された。移転前の配置は以下の通り。商店が並ぶ中心部に位置していたこともあり、庁舎が確保している駐車場は借地を合わせても約70台分しかなく、庁舎で大勢の人が集まる会議やイベント等を開催することができなかった。 それだけでなく、この借地は複数箇所に分かれていたために、選挙の期日前投票時や申請到来庁舎が多い、年度末、年度初めにおいては、満車となったり、秋を探すために、これらの場所を巡ったりと、なかなか駐車できない状況も発生していた。こうして利用者用の駐車場が不足している状況に、あって、必然的に職員用駐車場も確保できなかった。また、 バリアフリーについても、前日の通り玄関が2階にある上、エレベーターも利用しにくい位置にあったために、対応ができなかった。業務を行うにあたっても、長期間使用されるうちに、庁舎は再び手狭となったため、一部の課は本庁舎以外の3カ所に分散し、公文書も市聴者書庫以外に教育文化センターなど3カ所に分けて収められていた。阪神 淡路大震災後の1995年5月に実施された耐震診断では同程度の地震に備えるためには部屋の中に補強壁や100カ所もの筋替えを入れるなどの工事が必要と判定されたが多額の費用がかかる上さらに庁舎の使用スペースが減少するために見送られた2011年10月東日本大震災を受けて 再び視聴者の耐震診断調査が開始される。この庁舎は、もともと、新耐震基準制定以前の建築であり、耐震性能の保障が低かったことに加え、築50年前後と老朽化が進んでおり、翌2012年3月に交付された耐震診断書では、耐震指標位づちが本館で、最小0.23、別館で、最小0.30といった結果であった。 自治体庁舎は、緊急時に被災地の中にあって、指揮を取るため伊豆地0.75を基準としており、秘密視聴者の結果はそれを満たすどころか、震度6強クラスの地震によって倒壊、または崩壊する、危険性が高いことを示す数値であった。この際、本館については、基礎支持力が弱く、重量が増加する補強が行えないことも示されている。工術するような経緯での移転を経て、 2014年5月2日の視聴者さよならセレモニーをもってその業務を終えた。もともと市においても視聴者の耐震能力の低さは指摘されていたが、氷見市は交際費や将来の負債の割合が高いなど決して財政的に豊かではなく公共施設の防災にかけられる費用には限りがあった。そのため財政上の優遇制度があった。 市内小中学校等の施設では工事が行われたものの補助金が欠けていた視聴者については具体的な策が示されてこなかった。さらに視聴者を含む氷見市の中心部は海沿いの平地に位置していることから2011年に県が発表したと山県津波シミュレーション調査結果において市役所が糸井川沖地震の際の津波浸水想定区域内に存在することが 判明する。最悪の場合、地震発生の12分後に高さ4.6メートルの津波が到達することが指摘され、耐震工事あるいは同地での建て替えを行い、地震による被害を抑えられたとしても、津波により被災し、防災拠点としての役割が担えない恐れが明らかとなった。とはいえ、土地収容を伴う庁舎の移転、新設、さらにそれに付随して、 前述の問題の解決も行うとなると、その予算はおよそ20億から30億円になると考えられ、秘密市にとっては厳しい見積もりであった。その一方、東日本大震災においては、被災地での庁舎や議会、書類の損傷、消失、また市長や職員の被災による行政機能の麻痺が生じ、倒壊の恐れがあった福島県庁では、全職員が庁舎から避難し、 機能不全に陥ったりと、緊急時における自治体、自治体庁舎の重要性が再認識され始める。このため、国は2011年12月2日に、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に、必要な財源の確保にかかる、地方税の臨時特例に関する法律を制定して、防災対策事業のうち、 東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する、必要性が高く、速攻性のある防災、減災のための事業のうち、住民の避難、行政、社会機能の維持及び災害に強いちづくりに資する、地方単独事業等を対象とする緊急防災、減災事業債を開始した。この対象として当てはまるのは、の5項目のいずれかであり、 前述の津波シミュレーションの結果より、秘密視聴者の移転が3番目の項目に該当することが期待された。この緊急防災、減災事業債では、他の事業債と異なり一般財源を必要とせず、地方債の充当率が100%である上、その地方債のうち70%、つまり事業全体の70%が、地方交付税交付金として国から充当されることになる。 これによって、これまで財源問題から難しいと考えられていた移転も現実味を帯び、2012年6月22日、姫市議会は、全議員をもって構成される市庁舎整備、検討特別委員会を設置、方針について検討を開始するに至った。移転場所の選定方針としては、移転を行わない場合を含め、以下の7パターンが想定された。このうち、 主事の問題を抱える中で、これ以上現状維持を続けるには限界があると判断され、何らかの施策を行うこととなった。残る候補のうち、同じ場所で改築、新築を行うについては、津波問題や駐車場問題を解決することができず、さらに工事に伴い仮庁舎の整備及び移転が必要であった。また、新築である、さらに改築ではあるものの、 それに伴い13億円以上の補助金の返還を必要とするについて初期投資が高く財源確保の見通しが困難であることが指摘された。こうして課題を解決することができ初期投資も低いことから及び旧アリーソ高校を活用する形での移転に絞られることとなった。富山県立アリーソ高等学校は一学年三クラス以下の小規模校であったことから 2008年に県立高校再編の対象校となり、2012年3月3日に市内の氷見高校と統合し並行していた。この場所は他の公共機関にも近接しており、国道415号線に面守国道165号、農越自動車道とも近接しているなど、防災拠点機能の面でも優れている。ただし、実際に視聴者として利用するとなると、 校舎は改修に必要な費用こそ若干低いものの校舎自体が1966年春工と築50年近く対応年数が短いことまた構造自体も教室を中心とした高校校舎としての特徴をゆえ回廊型で配置計画の自由度が低く利用者の利便性を向上することは難しいと判断された一方雪国である 富山県の高校にあって、アリーン磯高校はピロティを備えた2つの体育館を持っており、さらに積雪に備える十分な強度も確保されていた。また、第一体育館は1991年地区、第二体育館は1996年地区と、新体新基準のもと数十年は利用できる状態であり、内部も広い部柱空間であったことから、 ある程度の設計の自由さがあった。駐車場問題についても、不要となる校舎の解体により確保できる。こうしての採用が決定し、2012年10月、秘密市議会臨時会において、視聴者を移転する市役所設置条例とそれに伴う一般会計補正予算が可決された。設計体育館は、前述の通り字切りがなく広い点では、 市役所への転用に向いていたが、その一方で、第二体育館の天井は高さ9メートルを越し、空調効率が著しく、悪いにもかかわらず、強度面で新たな低い天井を設けることは、できなかった。そうした中、2012年12月に、姫市は、庁舎移転に伴う設計、工事について、公募型プロポーザルを実施、軽量テント幕を用いて、 船底上の天井を設けることで軌跡を40%カットする設計案を提示した山下浅字設計共同企業体の案が採用された。このテント幕は両者の問題を解決できる上自然光の最高を確保することができる。なお、第一体育館側については高い天井を必要とする議場が入ったことからこうした構造は設けられていない。2013年 これまで、秘密市長を務めていた、東子茂が、参議院出馬に伴い4月1日付で辞職、公認に、元川助次郎が就任した。そして、彼自身がファシリテーターとなり、同年6月から10月にかけて4回の、新市長者デザインワークショップが行われた。ここでは、セ田ガヤトラスとちづくりの協力のもと、寸劇や模型、また設計を体感するために、 体育館内に実際にパーテーションや段ボールパイロン等を用いて空間を作成するなどの活動が行われた。こうして対話を行った使い手としての専門家である市民からの意見を反映し、アリーソ高校の記憶を残すため、かつての教室の扉のパーテーションとしての再利用や不要となった階段手すりを材料としたベンチ、元黒板のテーブル作成などが行われた。 二つの体育館を利用した庁舎に収まらない一部の機能は耐震工事を施行した上で体育館に隣接した旧校舎を利用することになっていたがこうした経緯もありこの旨は学校らしさを残した形になっているさらに日々らしさを感じる庁舎設計として各所に日々市の特産品や祭りなどを中心とした写真デザインを採用し市議会には 氷見さんの杉材を利用することとなった。また、第一体育館の日当たりの良い場所について、当初は視聴室を設置予定であったが、市民の声によって意見をやり取りできる共同スペースとなるなど、設計変更も行われた。こうしたことが可能であったのも、やはり体育館を利用した自由度の高い構造にある。こうして設計が行われた、視聴者は2013年9月、 事業費増額についての補正予算が可決された後、着工、翌年4月に本体工事を完了し、5月に会長式が行われた。この庁舎は壁がなく部署同士が緩やかにつながる配置であり、未来志向のコンセプトの下で、センターやキャンプ、地域共同スペースといった対話やコミュニケーションを行える箇所を多く確保するなど、 部署官や市民との壁を取り払った構造を持っている。また、庁舎新設に伴い、市民に馴染みの深い課の窓口をまとめて、たらい回しを防ぐワンストップサービスの開始や、社会福祉士、精神保健福祉士、看護師からなる、秘密社会福祉協議会職員4人が常駐し、福祉に関する官民共同窓口となる、福祉相談サポートセンターの設置、 プライバシーに配慮し、フロアを通ることなく利用できる6室の個別相談室の設置といった市役所の機能強化も行われた。このほか空調の関係で中央部分に設置せざるを得なかった設備もホワイトボードなどで囲むことで議論の場として有効活用している。さらに駐車場も校舎の解体によって敷地内に118台分を確保、職員用駐車場も 約190台分整備された。廃校を活用した市役所の誕生をこうして誕生した新姫市庁舎は、机や椅子、ロッカーなどをはじめ、傍聴席等の議場の設備についても以前のものを運搬し利用した会もあり、土地代込みで20億円弱で完成した。これは、同規模庁舎の新築にかかると考えられる費用が50億円以上であることを勘案すれば、 圧倒的な支出の削減である。そして、この支出についても、前述の通り事業債の対象となったために、土地代を除き実質負担が3割となり、契約8億円に抑えられている。また、県立高校ということで、土地、施設の所有者であった県側としても、有給地となっていた土地を売却することで、将来の維持費を削減できる上、解体費用も、 庁舎への転用部分には当然かからないなど財政的メリットは互いに大きいものであった。秘密市庁舎は先に述べたような特徴から会長年に SDA 賞、照明普及賞、景観広告と山賞、日経ニューオフィス賞、中部経済産業局長賞といった賞を受賞。翌年には全県賞、建築部門、また2016年度のベルカ賞ベストリフォーム部門。 優秀ファシリティマネジメント賞と様々な団体から高評価を受けている。こうした移転、設計の経緯があることから、庁舎の視察、見学を受け入れており、観光客数は移転後2年の時点で延べ5000人となった。秘密としては、こうした見学をしない観光につなげ、経済活性化の起爆剤となることを狙っている。学校教育課、教育総務課、 教育委員会事務局等の教育関連機能と地域共同スペースなどが1。もともとコンクリートの打ちっぱなしで高さを確保する目的もあり、天井ではなく吸音材の吹き付けが行われている。この手法は同じ制限を抱えたビームで1階にも施されている。議場を中心に議長室や委員会室などの市議会関連施設が1。市民生活に 関連の深い福祉介護課と子育て支援課及び、その関連センターと税務課、市民課を配置し、一つの窓口で対応できるワンストップサービスを提供。また、会計課や関西委員事務局、カンファレンスも一。主に総務部、企画政策部、産業振興部に属する各課及び市長室、副市長室が一置し、中央部分にセンターやキャンプが配置されている。 軽量テント幕による船底型の天井を有する。校舎の一部であった3階建ての庁舎で、1階には農業委員会事務局、農林畜産課、建設課などが位置している。2階以降には施設の対荷重の関係で災害対策室や施設記者室、また会議室やロッカー室などが配置されている。エレベーターホールや倉庫などが位置。 A 棟と B 棟をつなぐエントランス棟であり、玄関部分には富山県産の木材が使用されている。正面玄関入り口横には、日々の自然や風景をイメージし、オレンジ色、黄色、水色が配色された郵便ポストが設置されている。このポストは、庁舎の計画にも携わったデザイナーの監修による、もので、当初は施設ポストとして設置されたが、 主修料として毎月1万円、年間12万円を郵便局に支払うことが税金の無駄遣いだと指摘され、郵便局に無償状とされた。B 棟と C 棟をつなぐ廊下部分であり、1階部分は公用車車庫にもなっている。1971年地区の建物で、庁舎の中では倉庫、敷材庫となっている。1970年地区の2階建てで、 厨房や会議室などとして利用される。旧庁舎跡地の活用案としては、秘密市藤子藤尾絵漫画ワールドの一つとなる秘密漫画広場が計画されている。一方、元々市役所が存在していた中心部には商店街があったため、多くの職員を抱える庁舎の移転が商店街に与える影響が心配されている。また、現庁舎においては、 一階にコンビニなどの入居を狙い、整備されたスペースがあったものの、民間からの入居者が埋まらず、空きの状態が続いていた。この場所には、2018年5月より、複数の福祉事務所による障害者ショップ、コネクトショップタブノキが入居し、平日11時から13時半まで営業している。一方、庁舎から離れており、活用が難しいムネについて、 市民活動の拠点となる施設にしてはどうかという案が上がり、検討が進められている。いずれも同様に廃校を活用した施設である。ありがとうございます。